ど予備高校誌は稼げるのかっていう、まあ多分金額はいいんですけど、はい、このどんな感じでこう上がってって、はいはい、多分こうみたいな、多分いろいろ見て、ね、言える範囲、言える範囲でね、うん、あとはなんかまあ中野先生とかしょっちゅうあのなんかまあ、ジョークをいっぱいぶっ飛ばしてる方なんで、はい、彼らはなんかみたいなとか言ったりしてるんですけど、うん、ここも言えないけど、うん、まあそんな時代でもないですけど、ないですね、はい、どうでしょうね、多分僕が見ていた90年代とか80年代の先生でなんかいろいろいたんですよ、うん、なんかいろいろピカピカしてる先生とかいろいろなんかこういたんですよね、はい、でそういうのはなんかもう奥とかいう声が聞こえてたような時代もあったようですが、そうですね、ようですが、はい、今はそんなのはもう、そうですよね、誰ですかっていうぐらいの、そうですよね、夢のまた夢でも、そうですね、夢を見てもダメみたいな、そうですね、本当そうですね、いうぐらいなので、もらってまた自分でカット点を作んなきゃいけない自分で面倒くさくしてる今そんなんじゃないじゃないですか、うん、だからどうですかね、その最初の頃はまあ、成り立て、はい、だとすると、やっぱり仕事量をもらうことに比例すると思うんですよね。だからこの先生すごく生徒の評判がいいからたくさん授業入れようっていうその、うん、授業の数、はいはい、うん、みたいなことで評価されていくと思うんですよ。だけどだんだんその僕の年齢とか僕の目の年齢になってくるとやっぱ体力とかいろいろ問題もあるんで、そんなにその若かりし頃のなんか朝から晩まで授業しまくりみたいなことを365日続けられてたけど、そんだけいかないじゃないですか、うん、だからやっぱりある程度その単価を上げていくってことをしていかないと厳しいですよね、うん、って思ってたんですけど、まあ、そんなに言うは安く行うは形ですなのでやっぱり、うん、今どっちかっていうと授業数、そうですかね、そうなってますよね、うん、でコマ数ってやつか、絶対にそうなってるなと、うん、に比例する、あれ大変ですけど英語とかってでも朝夜じゃないですか、うん、間何してるんですか。僕は間一回帰ります。あ、そうなんですね、実は、はいはい、で帰って、午前中に着ていた洋服は全部着替えます。あ、そうなんですね、リセットしたいんですよ。そうなんですね、朝9時から授業を始め、はいはいはい、夜遅いと9時半とかまで、はいはい、そうですね、その12時間、うん、同じ髪型の同じ服装でいらんないんですよ。へー、はいはいはい、そうなんですね、なんか最後の5時から始まる授業が、はいはい、なんかもうフレッシュさを欠いた、なんか売れ残りの弁当みたいな感じになってくるんですよなのでまあ最低温め直すみたいな、いうことをしなくちゃいけないんで必ず帰ります。はい、一度帰りで家でちゃんとご飯を食べで全部脱ぎ、もう一回シャワーお風呂入り、もう一回ひげを剃り直して、へ、そうなんですね、髪型も全部もう一回やり直して、はーはー、そこからもう一回現役の授業に行きますね。へー、そうなんですね、そうなんですよ、それが僕ないと多分今いらんないです。はー、そうなんですね、うん、いやー、すごいルーティンみたいになってます。もうルーティンですね。何してることが多いですか、その時間ですか。そうですね、その時間は授業準備ですね、まず。あ、そうですね、うん、そこで授業準備をしちゃったりとか、はい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 、あとは執筆関係はそこでやっちゃって、で、夜やらない。あー、なるほど、うん、一切やらない。あー、なるほど。帰ってきてからは、飲みにも行かない、はいはいはい、誰ともつるまないこれは別に悪い意味じゃないんですけど、それやってる暇ないと思うんですよ、ね、あー、なるほど、なるほど、うん、なんかみんなで今日飲み行こうぜとかっていうノリで行ったこと多分一度もないぐらいないですね。そうなんですね、うん、お酒も飲まないですし、はあはあ、一切飲まなくても全然やってられるんで、なんで本当に翌日の9時からの授業をなるべくいいコンディションでやりたいんで、はあはあ、早く寝るとか、はあ、うん、そうなんですね。夜やってしまうと、まあ、一部こういう本の時夜やってたんですけど、はい、やっぱ翌日に結構、あ、なるほど、うん、で止まんなくなっちゃうんですよ、はあ、結局、はい、夜って割と時間があるように思うので、もう2時になってたみたいな、こうなっちゃうんですよね、はい、それが嫌で、うん、
その夜はもうやらないという、うん、結構若手時代に誘われたりはなかった？あ、一切行かないですね。へえ、そうだったんですね、うん、もうお酒飲めないんでぐらいの勢いで、へえ、行かなかったですね。で、1回断ると2回目ないんで。あ、なるほど。うん、すごいですね、そういう、うん、飲んで政治やってみたいな。ああ、大嫌いなんですよね。そのなんかいろいろ先輩の先生に飲み行って、はい、なんかゴルフ行って、はいはいはい、なんかこう付け入るというか、はい、交渉するというか、そういうのもあるんでしょうけど、はい、まあ、苦手ですね。はい、それは絶対やりたくなくて、もう自分の力だけで取った仕事のみかなと。ああ、いいですね。うん、憧れてください。こういやいや、でも本当そういうふうに思いますよ。で、そんで仕事取っても多分脆いんじゃないですかね。はいはいはい、そうですね。何かその上が崩れた場合に、はいはいはい、そうだと思います。あれっていうつてがなくなったみたいな。うん、本当そうだと思います。になりますよね。多分使い捨てられちゃうっていう、まさにまさに人いっぱいそうですね。うん、そうね。だから本当にこの人使えるから使ってもらってるっていうのがやっぱ一番正常な、そうですね、状態なのかなと。そこなんです。やっぱりそれがいいところだと思いますね。うん、ね。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.